私のハッピーポイントをお話します、今日は日曜日だったんですけれども、幼稚園でバザーがありました、昨日はちょっと寒くて曇っていったんですけれども、今日はポカポカ暖かくてすごいお天気の中バザーがをすることができました。役員さんのお母様方もすごい皆様ニコニコ明るくてとっても楽しい雰囲気の中、たくさんの方が幼稚園に遊びに来てくださいました。でまた今日から来年度の入園申し込みも始まりまして、小さいお友達もたくさんお家の方と遊びに来てくれました。また卒園したお友達もたくさん来てくれて、いっぱいいろんなお友達やお家の方の笑顔を見ることができて、私も楽しい一日となりました。以上です。ありがとうございました。